俺が、やったのか。俺がこの街を、この街の人たちを、殺したのか、かなね。無事だったか。レイヤー、俺、ああ、残念だが、この規模の爆発だと、生きている人も少ないだろ。道影と俺はたまたまあの隣町まで行ってたからなんとか助かったが、俺の家族、他の友人たちはおそらく。くそ、誰がこんなことを。俺、なんだ、俺が、やったんだ。冗談、だろ。俺が、やったんだ。ふざけんなよ、てめえ。ダメだ、なんで、こんなことをやったんだ。知らない奴から能力をコピーして、使ったら、お前はバカだ。なんで知らない奴から能力を使った。全部お前のせいだ。お前だけは絶対に許さないからな。お前もここで死にやがれ。何やってんだよ、レイヤ。何やってんだよ、なんで金目に切れてんだよ。こいつだけは絶対に許さない。こいつのせいで俺の家族は、あいつらは。どういうことだよ。金目。こいつがこの街を壊し、街の人たちを皆殺しにしたんだ。本当か、金目。ああ、本当だ。おい。話せ道影、俺はこいつをここで殺さないと気が済まない。落ち着け、とりあえず他に生きている人を見つけるんだ。探したらまだいるはずだ。金目もまだ精神が不安定だ。後からちゃんと話を聞こう。そうだな。こんな奴ほっといて早く他の奴を探しに行くぞ。金目、落ち着いたらしっかり説明してくれよ。大丈夫さ、レイヤだって落ち着いたらきっとちゃんと話を聞いてくれるさ。俺が、この街の人たちを、期待以上の結果だな。てめえ、お前の能力は想像以上に優秀だな。東野との戦闘で東野の攻撃をそのままコピーしたところを見てから大体予想をしていたが、私の見る目に狂いはなかったということだな。なんで、東野さんとの戦いを知ってるんだよ。鈍いやつだな。リオ、さん。やっと理解した、おバカさん。なんで、世界の平和を守る側のあなたが、勘違いしてるわよ。私は最初から世界を破壊する側、地球防衛軍はその後、つまりはスパイね。それじゃあ、東野さんは、バカな男よね。最も嫌う奴が隣にいるのに全く気づかない。お前だけは、絶対に、殺す。できるの、あなたが。いいわ、今回の件でかなり負のエネルギーが溜まったし、あなたにも用はないわ。でも、これだけはちゃんとしておかないとね。罪の名役、時空寺。NG ワード、リオ、カナニバル、発動条件、外部への情報漏洩時、もしくは漏洩が予測される場合、処刑、心臓、核の破壊。なんだよ、これ。お前は私が死ぬまで一生名役の十字架を背負っていけ。うわぁ？こいつの発動条件は私の名前が外部に漏洩、もしくは漏洩を予測した場合、発動する。つまり、口で喋ってもダメ、心とか考えを読む能力者を使って情報を引き出すのもダメってこと。本当に気をつけてね、発動前に一応警告信号は出すようにしているけど、もし発動したら、あなたの心臓、もしくは情報を知った人間、機械の心臓や核が爆発するから。しかも火力は星を容易に破壊できるレベルね。お前ごと死ぬ気かよ。死ぬことに恐怖やためらいなんてないもの、むしろ死んだ方が人より上の存在に立てる。そっか。それじゃあそろそろ私は退散するわ、防衛軍たちが来るから。待て。憎いなら私を探してみなさい、そして私を殺してみせろ。お前の憎悪は私の計画に大いに役立つからな。ふふ。動けなかった。動いたら間違いなく殺されるって体が危険信号を出していた。俺は未熟だ、みんなの仇を目の前にして何もできなかった。いや、違う、みんなの仇は俺だ。レイヤが言ってたじゃないか。俺が全て悪いって。なら俺は自分の罪を償い、必ずあいつを倒す。もう俺はあいつと同じ犯罪者だ。ルールに縛られる必要はない。悪いな、レイヤ、道影、全部終わったら、ちゃんと罰を受ける。それまでは死ぬものか、泥の中で這いずり回ってでも生き抜いてやる。もう、ここにいても仕方ない。すぐにあいつの情報を集めてやる。見てたぜ、金目。道影。何も言うな、全部聞こえていた。あいつはあの時、俺にも名役の十字架を打ち込みやがった。俺も協力しよう。闇の世界に入るんだ。なら道影でも信用はできない。好きにしろ。あと、これからは俺のことを金目と呼ばないでくれ。じゃあ、なんて呼べばいいんだよ。俺は東野さんみたいな正義のヒーローにはなれない。でも一部でも俺は東野さんの力を受け継いだんだ。なら東野さんにある正義を除外している俺の名は、東寺。当時か、わかった。なら俺はヤシャマルって呼んでくれ。なんでだ。俺もあいつを倒すためにお前と一緒に闇の世界に入る。なら偽名があった方がいいだろう。それにヤシャマルってなんかかっこいいだろ。
変わらないな、お前は。レイヤーはいいのか。あいつには、正義のヒーローになってほしい。そのためなら俺は、極悪の悪党になってやるさ。つまり、決別するってことか。挨拶しないのは少々辛いが、仕方ないな。もう甘い世界じゃないんだ、覚悟しろ。そうだな、それじゃあ行こうか。こうじぜ、俺と道風は、当時、と、やしゃまる、と、てめえよ、かがせ、いよ、カムニバルの情報を集めた。名前を言えない、他の人も見られてはいけない、そんな条件の中、あいつの情報を見つけるのは至難の業だった。だが、一つだけ確かな情報が入ったんだ。人気連という世界最大級の極悪組織の上層部にあいつがいるという情報。俺とヤシャマルはすぐに人気連に入り、あいつを見つけようとした。だが、人気連の上層部のメンバーの素性等の情報はなく、結局、地位を上げて、あいつの元まで行く必要があった。しかし、結局俺は今、リオを殺すために人気連に逆らい、計画を阻止しようとしている。しかも相手は、かつての友であり、俺がなれなかった夢を託した霊と名乗っていた霊や。長かった、あの時、お前と道影が消え、俺はお前らに復讐するためだけにこの世界に入った。お前のミスを口実に暗殺まで取り付けた、それも全てこの時のため。さあ、今こそ積年の恨みを晴らす時が来た、町のみんなのため、消えていったあいつらのため、ここで死ね、要。俺だって、今ここで死ぬわけにはいかない、たとえそれが相手がお前であってもだ。さあ、終わらせよう、俺とお前の因縁を。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。